皆さん、こんにちは。江戸塾講師の井上氏ですえ。今日はなんですけども、卓建師の試験科目、そして試験日などをですね、概要をお伝えできればっていうふうに思います。まずなんですが、試験日ですね。 これはあ、10月の、まあ、例年、第3日曜日というふうに言われてますので、しかしコロナの関係上でですね、えー、例えば、12月にね、10月と12月2回試験があった、そういう年もありました。基本的には10月の第3日曜日というふうに知っておいてもらったらと思います。<music> 今ちょうど願書受付中でですね、間もなく願書の締め切り、今年の2、ね、試験においては。なので、今からこのね、えー、YouTube 聞かれて、受けたいなっていうふうに思われる方はですが、えー、ネットでですね、えー、日時などをしっかり調べてもらって、まあ、早急にですね、まずは試験申し込まれたらというふうに思うんです。まあ、勉強はね、当藤塾でも、この講座とか用意してますから、まあ、そこでまたね、見てもらったらというふうに思うんですけど、まずは申し込むということをしてもらったらと思うんです。さあ、このタ 試験のですね、試験科目って一体何なんですかというとですね、大きく4種類に分かれています。1種類目が、権利関係というところなんです。はい。そして2つ目がですが、法令上の制限。そして3つ目が宅建業、宅権業 ほう、他権業法ですね。四つ目が、まあその他、いうようなこの四つの分類に分かれてるというふうに考えてもらったらと思うんですね。まあ細かく見ればですが、税法なんてことも出たりはしますけれども。で、まあ三大のですね、こう、柱と言われてるのが権利関係。まあ主に民法とかを習っていくわけですね。まあ要は、 自分のこう所有権を主張できる手段はどんなものかとかですね、お金を貸して借りて、そしてなんか人にこう殴られたら損害賠償できる。まあそのような普段我々が使うような日常的な法律。これが民法。まあ権利関係で習っていくということと共になんですけれども、借地社会法っていうのもそこに含まれてくるわけなんですよね。まあこれはあの家を借りたりね、土地を借りて家を建てる場合において、通常のね、あの一般の的な法律よりも優遇されるようなそういう法律の とも見ていいくととうことなんでえ、それ以外には、え、法令上の制限というところでですね、え、ここにはですね、え、なんかビルを建てたいけませんとか、ここにはボーリング場を建てたいけませんとか、ね、どういうふうな家を建てないといけない、云々、え、そのあたり、都市計画法であったりですね、まあ、建築基準法であったり、え、そのような、このた、 県のその建物の作る場所であったり、まあ、どういうふうな、えー、まあ、設備を設けなきゃいけないかという、そういうふうな、えー、どちらかというと、建物に対するルールっていうのを見ていく。それが、まあ、大きな日本柱というところなんですね。そして、大きな三本柱。まあ、これが、え、点数配分も一番高い、え、宅建業法というところなんですけども、まあ、これは不動産業者がですね、まあ、宅建業者。 不動産会社が遵守しなければいけない、そういうふうな事項が書かれています。例えば報酬なんてところにおいてもですね、3%プラス6万円、そして消費税っていうふうな、例えば売買の取引をして、ある額以上であればそういうふうな決まりがあったりするんですね。そしたら例えばです、1000万の家を売って、3%プラス6万で36万と消費税36万としましょう。 それを超えて、例えば70万、100万ね、もらう、なんてことかではできなかったりするので、宅建業法というのは、どちらかというと、宅建業者が守らないといけない、そのような義務が書かれているわけなんですね。まあ、こういうところを踏まえてですけれども、その不動産会社の立役者として守っていく花形の資格、これがですね、宅権の資格ということなんですよ。まあ、今は宅権士というふうに言われてますけどね。 試験科目もさっき言った通りなんですから、まあ、法律的なことばかりを見ていくわけですからね。えー、皆さん本当に実に法律の実務化になる、なれるっていう、そういう試験なんですね。まあ、就職にも有利になってきますからね。えー、ぜひぜひ皆さんも一回受けられたらどうかなと思います。まあ、伊藤塾では先ほども言いましたけれども、まあ、こういうふうなですね、講座を用意しています。はい、えー、ぜひですね、えー、見ていただければっていうふうに、 思います。まあ、あの、これはホームページからですね、見ることができます。まあ、カリクラム的にもなんですけれども、日程的にもなんですが、まあ、そんなに長くはない。ええー、まあ、して、30分の100回と、まあ、合計50時間というところ。まあ、日程表もスラッと今ね、まあ、このような感じの流れになっていますよというところです。はい。で、講師はですが、えー、宇津木先生と清水先生、ええーね、二人の講師が担当されます。 はい、えー。ぜひ皆さんもね、ご検討いただければな、というふうに思います。では最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。